ナスを主とした野菜炒め野菜炒めは野菜を主な材料として少量の油脂で炒め調味した料理である。野菜炒めは日本料理、中華料理、西洋料理、タイ料理、韓国料理に広く存在している。日々特用倹約料理相撲取組では野菜を炒めた金ピラが掲載されているように江戸時代から一般的であった。しかし和食の一汁三菜は煮物。 焼き物、あえ物であり、炒めるというのは一般的ではなかった。筑前煮のような炒め煮はあった。明治時代以前においては油脂そのものが貴重品であり、それを不可欠とする炒め物は一般的ではなかった。しかし天ぷらなど、もっと油を使う料理も食べられていたので、野菜炒めが好まれなかったかもしれない。明治から大正にかけて、西洋風の調理法が、 日本国内でも紹介されるようになると、バターを用いた炒め物を紹介する料理書が急速に増加した。しかし食用油は依然貴重品であり、油脂を大量に要する中華風の野菜炒めは当時の料理書にあまり掲載されていない。1920年代、ベンジン抽出法によって、黄金の生産量が増え、食用油として広く一般的に普及し始めた。料理書の普及や、 女子教育の高等化などによって、大正時代には西洋料理が都市部で普及し、和洋折衷料理として一般的な食卓に取り入れられるようになった。大正末期から昭和初期には家庭料理として、じゃがいも小松菜、人参ネギ、卵などを油で炒め、醤油、塩胡椒、味噌などで味をつけた料理が一般的に食べられるようになっていたことがわかっているが、畑作地帯では、 こんなお枝ら、料理ばっか作ってんじゃねえと、シュー都から叱られたとの記述も残っており、依然として、やや特殊な料理であったということも伺える。また、当時の記録のおよそ半数は野菜、キノコ類一種類のみで作った炒め物であり、後に、一般的となるもやし、玉ねぎピーマンなどは使われていなかった。1950年代から1960年代にかけて、 高度経済成長期を迎えると、ガスと電気が一般家庭の台所に普及して、この調理方法が極めて広く一般家庭で見られるようになり、現在に至る。野菜炒めは調理が簡単で、扱う食品の数や種類の調整が容易であり、肉を加えることにより、児童にも食べやすくなる、よく工夫できる特徴を持つことから、小学校の家庭科の調理実習の題材としてもよく、 採用される。また、大学生がよく作る料理としても上位に位置することが報告されている。アルミ製フッ素樹脂加工品は、鉄製と比べて、消音速度が遅いため、炒める料理には向いていない。こうしたフライパンで調理する場合は、手早くかき混ぜる、タイズ全体の火が、サブジインド料理の一種で、野菜の炒めに、キーマカレーの付け合わせなどで出される。 チャプチャイ発泡菜に似たインドネシア料理。庶民向け食堂の単品メニューとしてよく見られる。クモヘンレンコン、人参、タケノコ、シイタケ、グリーンピースなどを細切りにして、ごま油で炒め、塩、醤油、砂糖、だしなどで調味した後、くずあんでとろみをつけたいために。日本のフチャ料理に出されるメニューの一つ。ナスキャベツ玉ねぎスライスしたり、ザク切りにして入れると、 炒めている途中でほぐれて、半透明になり、辛味が薄れて、甘味が増す。比較的最初の頃に入れても構わないが、歯ごたえを残したい場合は、他の材料がある程度炒まった段階で加えると良い。ただし、炒めすぎると、汁に含まれる糖質が焦げて、苦くなるため、苦味を好まない人は炒めすぎに注意すべきである。もやし1分程度を超えて加熱すると、 シャキシャキとした食感が失われるが、青臭さが軽減される。人参ピーマンセロリにらチン原ン再栄養素としては、無機成分を多く含み、炒めた後も、比較的高い残存率を示すことが報告されている。白菜しいたけ空心菜要塞とも呼ぶ中国では、一般的な野菜である。豚肉本場の中国では、豚肉が好まれる。一般に、 豚肉や鶏肉を焼くと、細菌は死滅する一方で、変異源と呼ばれる、有害物質が増える。しかし、豚肉に加熱した、人参もやしキャベツを加える、胡椒や醤油を添加するなどの行為により、変異源性が数十パーセント抑制されるという研究結果が報告されている。同報告では、さらに実際の食生活に近い形で、豚肉、 人参もやしキャベツを具材とし、醤油と味噌で味付けした野菜炒めを作って評価したところ、豚肉の単独加熱の場合と比較して25%の変異原性抑制率を得ており、肉由来の変異源を避けるという観点から野菜炒めにすることの有効性が実証されている。ありがとうございます。